に来ていたいのかまだ、ローマに続きユベントスが関心か。ユベントスも日本代表ミッドフィルダー鎌田大地の争奪戦に参加したようだ。イタリア、ブットスボルトが伝えた。ミランは今夏、フランクフルトを退団した鎌田のフリーでの獲得を検討。交渉を進めてきた強化部門のパオロマルディーニ元 TD らが電撃退任した後の新体制においても、日本代表ミッドフィルダーのミラノ行きの流れが続いているかに見えた。しかし、ミランが EU 圏外選手枠をルーベン・ロフタスチークに使用したこともあり、移籍の可能性は下がりつつある。すでにローマが興味を示していたが、ユベントスも鎌田を求めているとのこと。ポール・ポグバがシーズンを棒に振り、来季に向けて新たな前線を作り直そうとしている今、リールのトルコ代表ミッドフィルダーユスフ・ヤズジュと共に鎌田の名前が挙がっているようだ。一気まるんよ、わら。鎌田ミラン行き消滅ならユーベ行こ。鎌田ユーベ、こい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 。なんかこんな状況ならユーベ行きの方を進めたくなるわな。なんやかんや言ってもナンバーワンクラブだからな。なぜイタリアのクラブばかり？個人的にはプレミアのクラブに行ってほしい。鎌田の移籍先がセリエ A なのは確定なの？ミランあれならドルでもいいんじゃって思ってたけど、個人的にはリーガで見たいけど。一体どこに着地するのか、